はいどうも、三度の飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで前回東京ディズニーシーのハロウィンの購入品紹介の動画を出したんですけど、本日は東京ディズニーランドも2万円分なんですが、ハロウィンで買えるグッズの購入品紹介をさせていただこうと思います。前回のハロウィンのディズニーシーの動画でランドでも買えるリゾート共通のグッズを紹介させていただいてるんですけど、今回の動画もランドでも買えてシーでも買えるリゾートのグッズを織り交ぜながら購入品紹介してるので、よかったら最後までご視聴ください。まず1点目に買った購入品は、東京ディズニーリゾートに来たならこういう帽子とか T シャツ、身につけグッズがつけたくなります。1点目はハロウィンの期間で買える T シャツを購入してみました。はい、今回は T シャツを買ったんですけど、勘のいい人ならどんな T シャツかわかりますよね。そう、今回は東京ディズニーランドのスプーキーブーのパレードにも出てくる骸骨のダンサーさんの T シャツが出ていたので、骸骨の T シャツを買ってみました。サイズはメンズ用の M と L 同じサイズのものを買って、お値段ちょっと高めの3600円で購入しました。ラーメンもゴースト、あ、お化けちゃんいる。もっとすごいね、マジの骨だね。こことかもね、長袖だからちょっと高いんですね。いつも半袖の T シャツなので、まあ、これから10月になってきて少しだけ気温が下がって寒くなってくる頃にはちょうど良さそうですね。まあ、ちょっと大きさがある感じですね。M サイズいつも着てるけど、M と L 同じサイズだから、自分みたいな体型がちょっと小柄な感じの男性の方だと、こんな感じでブカブカで大きめな感じがします。そしてハロウィンの身につけグッズはこの T シャツだけじゃないんです。手袋も販売してました。お値段は1200円で、こんな感じでやるんだ。手袋珍しいね。手のひら側にはミッキーシェイプのマークがあって、裏側はもう指の骨になっています。身につけた感じこんな感じです。東京ディズニーランドやディズニーシーは9月の9日から10月31日までは仮装が OK なので、仮装を気軽に楽しみたいならこんな感じで T シャツとかグローブとかをつけて気軽に楽しむのもいいかもしれないです。ただまだ帽子がハロウィンじゃないので、今回は帽子も購入してみました。ちょっとインパクトが高いんですけど、ホーンテッドマンションのゴーストをイメージしてるイヤーハットを買ってみました。イヤーハットをつけてみた感じはこんな感じになりました。スプーキーブーパレードの最後の部分、ダンサーさんがもう骸骨のダンサーさんなんですけど、これを全身これをつけてパレードとかに参戦したら骸骨のダンサーさんすごい反応してくれそう。一緒に来いよみたいなね、パレードで踊ろうぜって、いや踊れんから無理だからって言いながら。そして最後にもう一つだけパークの身につけグッズを買ったのでご紹介しようと思います。これもグッズ販売日にみんながパークに店内に入ったらみんな片手に持ってカゴに入れているぐらい大人気の商品でした。スプーキーブーのパレードにも登場するハロウィンのポシェットを今回買ってみました。スプーキーブーのパレードにも登場するんですけど、カントリーベアシアターのアトラクションが上映してる時に上から降りてくるクマさんのテディバラに近いよね、だと思うんだけど、モデルとしては。面白いのはこれ手で結んであるのか、手を下にずらせば手が動くんだよね。一緒にこんな感じでブランコしてるみたい。でポシェットなので、まあここがもうぬいぐるみみたいになってて、裏側がここから開けるんですね。じゃあ開けてみます。どれぐらい入るんだろう。ポシェットになってるので、
結構奥深くは入りそうですね。腕はこんぐらい入ります。どうせだったらウサタマとウサピオのパスケースみたいに、あのここにパスポートが入れられるようなポケットが1個あれば気持ち嬉しかったなって感じですね。で、紫の紐がまたちょっとハロウィンらしい怪しげな色使いがされています。透けてみた感じはこんな感じで、腰の部分にちょうどぬいぐるみが来るような感じがして、パークで身につけているとハロウィンな感じがとてもするようなポシェットになっています。これはね、本当にグッズの棚がみんな片手に片手に取っていって、よく売れていた印象がとてもします。現在は確か品切れ中で、9月の9日アプリのみで再販する予定と確か公式サイトでアナウンスされていました。次に買ったグッズはワンコインくらいで買えて何が出るかわからないハロウィン限定のチャームコレクションを買ってみました。お一つ700円で、去年シンデレラ城裏にフォトロケーションがあったミッキーとミニーちゃんのフォトスポットのチャームや装飾たちもチャームになっています。シークレットが1個あって6種類ですね。本当は大人買いしたかったんだけど、この後ね、ワンマンツドリームのグッズも控えてるし、 C の18周年のグッズも控えてるから2個で我慢しました。さあ開けてみようと思います。何が当たるかな。ミッキーとミニーちゃんが欲しいんです。シークレット何か全く分かんない。ミッキーかミニーちゃん来い。せいや、おお、まさかの一発で、一発目でシークレットでした。これなどこでいるんだっけ、このゴーストよく分かんないけど、一発目がシークレットでした。2個目は、あ、去年シンデレラ城の裏にあったミニーちゃんのフォトスポットの銅像でした。チャームとして使うんじゃなくて、ミッキーとミニーちゃんだけ立てかけられるというか、チャームじゃなくて飾ることがこんな感じでできるので欲しかったです。続いて買ったグッズは、日常でも使いやすいハロウィンのウォッシュタオルを今回購入してみました。今回ランドとシーのメインアートが去年に比べたらちょっとね、ミッキーが怖さを出してる感じがあるのと、ミニーちゃんとミッキーがメインアートにすっぽり入ってる感じがとても素敵だったので、今回ウォッシュタオルを購入してみました。スプーキーブーのミニーちゃんほんと可愛いよね。言葉を失ってしまう。700円で買いやすい金額なので、よかったら友達とかのお土産に買ってみるのも良さそうかなと思います。そしてもう1枚タオルを買っていて、さっきのはウォッシュタオルで、日常で使いやすいハロウィンのフェイスタオルも購入してみました。お値段は1400円で、ウォッシュタオルとは違い、キャラクターたちが単体で乗っているところも魅力的なところです。上はお化けって感じで、下はゴーストになっちゃうぞっていうパレードみたいな感じのメインアートになっています。裏面は特に何もデザインされていませんでした。僕は洗面所でフェイスタオルよく使うので、ハロウィンのフェイスタオル持ってるのが少ないので、今回スプーキーブーのフェイスタオルを購入してみました。そして続いて買ったのは、東京ディズニーランドに来てハロウィンとか季節のシーズンが始まったら、やっぱりこのジャンルは僕はよく買ってしまいます。今年も買いました。ミッキーとミニーちゃんのぬいぐるみバッジを購入しました。はい、ということで、去年もミッキーとミニーちゃんのぬいぐるみバッジ買っちゃったんですけど、今年はちょっとデザインが違うみたいなので、新しく追加で購入させていただきました。まずはミッキーからご紹介していこうと思います。はい、まずミッキーからのご紹介で、僕はスプーキーブーパレード
去年早着替えするパレードだったんですけど、今年も早着替えするパレードですが、去年はぬいぐるみバッジがこうやってマジックテープで取れて着せ替えができたんですけど、今年は着せ替えができなくなっています。去年のぬいぐるみバッジ2018年に販売、2019年に販売と比べると靴元がちょっとスプラッシュというか青紫な感じと、クモの巣が少し主張が激しい感じになっていて、骨とかここの黒色がちょっと違うのかな、濃かったりとか、全体的に去年のが言っちゃあれだけど安っぽい。今年はちょっと衣装の作りが滑らかというかラメってる感じがしていて、僕は去年と今年比べたら圧倒的に今年の方がデザインは好きです。ミミズとかも変わってないね。何が変わったんだろうデザインで。さっきも言ったけど、こっちは去年はこんな感じで早着替えができました。裏側もちょっとねシックな作りになっているのと、マントも鮮やかな色に変わっています。ズボンをめくったらこんな感じ、ズボンじゃないか、ジャケットか、ジャケットをめくったらこんな感じで2019の文字が入っています。続いてはミニーちゃんのぬいぐるみバッジをご紹介していきます。ミニーちゃんも去年と少しだけリボンがついたりとか変わっていて、特にスカートの中も変化はなし。で、こことか変わってんのかな？ちょっと前のぬいぐるみバッジ持ってきますね。前のぬいぐるみバッジ持ってきたら、足元はちょっと変わってるね。で、2018と2019で去年35周年。で、お顔がちょっと大きくなってるよね、ミッキーとミニーちゃんも。で、作りは去年こっちは鮮やかだね。ランドのミッキーのさっきのと去年のぬいばに比べたら。あんまりここは変わらない感じだけど、ちょっと色味が良くなった感じがする、今年の方がぬいぐるみバッジで。リボンがちょっと違ったりとか、あと上の毛みたいなやつ、今年このオレンジ色と黄色の毛がないですね。で、裏側とかのスカートの絵とかは、あれスカートの絵もちょっと違うんだ。女性の横の顔があるけどこっちはないもんね。宝箱みたいな感じになっていて、靴が明らかに違うですね。今年の方が早着替えができなくなった分、少し作りが綺麗になっています。去年のと比べたら作りが豪華になってるのと、僕は早着替え後よりは早着替え前の方が衣装が大好きなので、今年のはこの状態で飾って、去年買ったやつはもうこれ脱がしちゃって飾ろうかなと思っています。そしてここからは東京ディズニーランドとディズニーシーでもどちらでも買えるハロウィンのグッズ、リゾート共通のグッズをご紹介していこうと思います。まず1個目に買ったのが、もうこれディズニーファン見た時から欲しかったミッキーがお化けになっちゃったクッションを今回購入してみました。ディズニーファンを見た時に、うわこれやば、めっちゃ欲しいって思ってて、アブーズバザールとかで去年ミッキーとミニーちゃんのも並んでたんだけど、それよりも今回のって包帯を巻いてる感じ、こんな感じでめくれたりとか、あとは思ったよりもうちょっと大きいのかなって思ったけど、ボンボヤージュとかエンポーリアムに足を運んだら意外とちっこかった。でさっき言ってたアブーズバザールの去年のクッションも持ってるんだけど、このサイズ感ちょっといいなって思ったので、今回はちょっと小さめなんですけど、ランドとシーどちらでも買えるミッキーのお化けちゃんクッションを購入してみました。そしてもう一点買ったのが、これから寒くなるシーズンにとてもいいなと思ったので、今回はハロウィンのスープカップを購入してみました。スープカップの側面にいろんなミッキーのお化けちゃんがデザインされてあって、ボンボヤージュで見た時にうわやばこれって思って一目惚れしちゃってつい買ってしまいました。内側の部分もハロウィンのかぼちゃとか魔法使いがデザインされてあって、秋の感じがとてもします。
プーンもちょっとね作りが陶器みたいな感じで、取っ手の部分もデザインがされてあって可愛くなっています。来月とか再来月、11月とかに入った時に朝食とか夕食昼食とかでコーンスープとかこんな感じでとても飲みたいですね。もうこれからのシーズンの温かいスープとかにとても役立つし、もうデザイン可愛すぎる。これはね本当にこれから東京ディズニーランドとディズニーシーどちらでも買えるので、来られる方はぜひ買ってほしいアイテムだなと思ったので購入品紹介させていただきました。これで全部雑貨はおしまいなんですけど、今回はハロウィンの雑貨だけじゃなくてランドとシー共通で買えるお菓子を一つ買ってみました。これはコスパが良かったので紹介しなきゃと思ったのでご紹介します。小分けに便利なハロウィンのパッケージがインパクトのあるかぼちゃミッキーに、中を開けたら個包装でいろんな味のお菓子が入っています。パフチョコやソフトキャンディーだったり棒付きキャンディーとかお菓子がたくさん詰め合わせされていました。個包装のデザインもミッキーのお化けちゃんたちがいて、ハロウィンのディズニーに行ってきた時に友達のお土産とかにぴったりなデザインになっています。パフチョコレートはミッキーの形してたり、ソフトキャンディーはそのままでした。一つの袋にたくさんのお菓子が入ってるから自分用で買って楽しむのも良さそうです。自分用おいしい。ソフトキャンディお菓子の詰め合わせだけど作ってる工場は別々だったりするんですね。東京ディズニーランド、ディズニーシーどちらでも買うことができるので、よかったらお土産屋さん行かれるときにチェックしてみてください。はい、ということで以上東京ディズニーランドで買えるハロウィンのグッズの購入品紹介の動画でした。僕個人は C とランドだったらメインアートが C が好きなんだけど、ちょっとデザインのされ方のグッズがあんまりって感じで、ランドの方がどちらかっていうと欲しいのが多かったなと今年の秋は思いました。ぬいぐるみバッジも去年と違って作りが凝ってたところも嬉しかったのと、去年35周年でハロウィンランド行けなかった方はスプーキーブーパレードが再演されてるので、もしかしたら今年で終わってしまうかもしれないので、ぜひ今年行けたらぬいぐるみバッジも、今回の購入品紹介でそういえば K さんこのぬいぐるみバッジ紹介して可愛かったなとか、ランドとシーどちらでも買えるんですけどミッキーのクッションをお土産にしたいとか思ったとか、どこか動画内がこれから秋の期間に東京ディズニーランドに行かれる方の参考になれれば僕個人も嬉しいなと思っています。先ほども言ったように東京ディズニーシーの購入品紹介でもランドでも買えるこういうリゾート共通のグッズも紹介してるので、もしお時間があったら東京ディズニーシーのハロウィン購入品紹介の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。